DJ Master K。 さあ始まりました、 DJ Master K ランチ。今日でなんと20回目、イエーイ。ということでね、別に20回だから大したことは全くないと思う。もっと続けてる人いっぱいいるしね。まあ、あの回数よりはとりあえず俺の中では自分の心の中で決めたことをやるっていう、まあそれだけなんですけどね。ええ、そんな感じでランデーヘルシー、わかる今の？ランデーヘルシー、親父が炸裂だね。ランディ MC でした。まあいい、そんなことで、今日もね、ほんと涼しくて走り日和だと思うけど、一ついつも考えちゃってるのがどのコースを走ろうかってことで、今日はね、新たなところを走ろうと思ってます。新たなところができるとね、結構それはそれで、やりがいがあるんでね、いいと思いますよ。あ、そういえばなんか中秋の名月とか言ってたな。月出てんのかな。でも今日ね、ほんとね、昼間も過ごしやすく、空も、晴れててすごい良かったんだけど、ただ一つすごい嫌な情報がありまして、明日明後日、しかも明後日土曜日は大雨が降るっていう予報が出てるらしくて、台風が来て、それどうすんだろう俺とか思って、このまま走れないとかありなのかとか思ったけど、よっぽどひどかったらっていうのがあって、自分としてもどうしていいかわからないんですけど、まず当日になるまで、明日の昼ぐらいから雨降るって言ってたけどね。まあちょっと山あり谷あり、モハメッドありなんで、どうなることか分かりませんが、山あり谷あり、モハメッドあり、これはですね、俺の大先輩、大ヤニグブラザーコーンさんの名言、山あり谷あり、モハメッドあり、ドッカーンってなってない。いや、俺は最高にウケるんだけどね、俺。さあ、そんな感じで DJ マスターゲーランチューブ、今日もですね、頑張って、10キロ走りたいと思います。第20回目ランチューブおめでとうございます。そんな感じで DJ マスターゲー、今日も今日はこんなもんで勘弁や、レッツゴー。歌う名称ゲーム、燃やせろバイブ、水に流す過去とロハイブ、トライ中予告バックスクリーンスリースピンで場外ブッシュ、バストはスリーカットバックセバンドボンボーよしファストバス、頭だなら頭からまたなし、またバウンスバウンス、ライトレフトネルビッグウェーブ、以前トープレイにチンプレイ、何か何やのハルダンジダスパンチ、夢のゼニシャインも含めビートのショック声がフォーエバー MC3 連発、今ピッチャーどれ安全さが記念言葉で還元額、チャンスを出しサインはリリリゴと、かくビビリの耳にも響きそう、コンバットマジで天下の天下、ファッケバキョウインズ現場、ネバネバネバサレンダー、俺に心が巡るガレンダー、よかげで言葉が宙に舞う、味しめて夢中になる、黄色いフリガンたちがまだ通じ合う、ジャンピングリバービーバービーバー、 Here we go now、
残法飲酒しダンパン前火山カウダーサザンカーマウザブドフラッシュアラッシュアウトナンスドンジェシーのジェシーおうし誰もが承知よは無ジョールで儚い分は解除俺はジャグマルノブオーサンショウオまたはヤンソイランサンソシェット100ダンソールドプレセンシーこれがマスターキミー 3MC センシーかけ殺すストレスだなんてごめんつづら折り山燃える天城越えかけしきれん残りがプルシュ頭一つ壊すループシュ Here we go now マウザルトビッグウェブカモン感想しかも新しいコースができましたイエッシェッショいやーなかなかね予定通りの動きになりましたまあそんなにね辛くはない、1周3キロ 3. ちょっとかける3周で10キロ淡島から茶沢茶沢から瀬田道瀬田道から神奈川神奈川から淡島淡島から茶沢茶沢から瀬田道瀬田道から神奈川っていう、コースでした OK これ使えるこれからも使おうと思ってますあーマジ今日もいいやつ書いたあーなんかKRS1 が KRS1 じゃなくて KRS にゃんだったら面白いなとか言ってちょっと思いました全然面白くねあとね最近ちょっと面白かったのはピンクマスターフレックスってやつピンクマスターフレックスでちょっとウケるでしょ唐突にしませんちょっと今思い出し笑いみたいな感じしちゃったんですけどねまあ笑える方がいいんでやっぱね俺も本当ね普通にしてるとね怒ってるんですかってすっげえよく言われるんだよね全然怒ってないってもともと生まれ持ったこういう面構えだからそういう風に思われたんだけど全然怒ってませんから、どんどん話しかけてきてください本当対応マジ俺めちゃめちゃいい対応するから本当ってな感じでね神奈川の脇道を、今日10キロ早めに終わっちゃったからいつものところまで走ればよかったんだけど今日はいつものところまでトークコーナーにしようかと思ってやめましたしかも明るいからね今日もねなんかねちょっとね明るいところを、目指して走るように心がけてます昨日も言ったかもしれないけどやっぱりあのね動画が暗いところでもさあんまりよく撮れないっぽいからさでもこのさ GoPro さ明るいところでもすげえいい写り写りめっちゃめちゃいいからだから昼間のランドがなんかいい感じするんだよねまああとちょっとあのジンバルがついてるとはいえ走ってるとね揺れちゃうんだよねこの画面見て三半規管悪い調子悪い人が見たらねちょっとあの気持ち悪くもな気持ち悪くなるかもしれないけどまあちょっとなるべく揺れないように頭もこうやって動かさないように走ってますから気をつけて火をつけてってな感じですねようやくいつもの場所へ戻ってまいりましたここがいつもの場所なんだけどここにある若林天満宮っていううちの近所のあの
天満宮があるんですけど、ここへ来てね、いつもね、ご挨拶するわけですよ。もちろん松陰神社も近いんですけど、こっちの方がね結構古いらしくて、よくここに来ます。よくここに来ますっていうか、この必ず最後でね、ランチュールで到着するとこもここの天満宮だったりとかするんだよね。ここはね、俺のね守護神だから、若林天満宮。天満宮ある。さあ、そんな感じで、第20回目ランチューブ無事に終えることができました。20回だからって別に大したこともなんともないです。とにかく決めた分だけはやろうっていう、ただそれだけですね。それでちょっとなんか自分によしやれるんだっていう自信をつけるのが、この走りの目的だったりとかしてますんで、うん、とにかく、早くね DJ が普通にできるようになったりとかすればいいなって思う、去年からずっと思ってる今日この頃ですけどもね、いやー、あ、猫ちゃん号にまた遭遇したぞ。いえー、あ、待って、行くよ、考えた、こっち、このね、俺が一生懸命こっち側から走ってるんだよ。これです、これ、皆さん、じゃん、世田谷線猫ちゃん、これが噂のバッチリなところに止まってますね、今日は。これを見ると、俺の中では勝手に縁起がいいと思っている猫ちゃん。かわいいでしょ、この猫ちゃん。正面から見るとね、さらにかわいいんだ。KRS にゃん。ということですね。よかったよかった。今日はいつもより長く話しております。KRS にゃん。ピンクマスターフレックス。まあそんな感じで、無事20回目のランチを終えました。また明日からも頑張りたいと思います。とにかくフォロワーさんが増えることを、期待しております。ぜひ皆さん、このおっさんがランニングしてるよなんか意味もなくということを皆さん口伝いに広げていってみてください。ぜひよろしくお願いします。そんな感じで DJ マスター系のランチューブ、今日はこれにて一件落着。今日こんなもんで勘弁やー。